くんマジ子さん、もう最子さんメンバーみたいな顔してるからな。ね、ちょっと私もなんか気をつけよう。なんか高圧的な、なんか先輩にならないようにしよう。居心地のいい環境を提供できるようにしよう。私さ、なんかさ、うん、なんかさ、篠宮その CL カップの時に、なんかそのデスマッチをなんか一戦なんか先輩と後輩入れ替えてやろうみたいな、うん、なんかなってそれなんか篠宮が、うん、なんかもう、まあ、多分私普段こうなんだろうなっていう横暴な態度を取ってきて、ちょっと反省した。なんて言われたえ、なんかひなのひなのみたいな、なんかおいお前みたいな、たるあいつどこにいんだよみたいな、なんか多分こうやって映ってんだなって思ってちょっと反省しました。ひなのみたいな、おいひなの、しのみや先輩だろ。お前もそうなってるかもしれんな、もしかしたら。こうなって、こうなんだろうなって思ってちょっと反省しました。私これ勘違いしないでほしいんだけど、私別にマジで後輩いびったりとかしてないからね。本当にガチで本当に、あのいやでもこの人すごいですよ、裏で、ね、すごいですよ、だるい、すごいですよ、もう後輩に対しての態度どんなの、んもうお前なんでやんのかよ、お前あの態度なんだよみたいな感じでずっと裏で、すっごい怖いんで。一回も言ったことない。一回も見たことない、そんな言ってんの。まあ、でも逆に考えてほしい、そんなことを言ってたら、まあ、表であのこんな冗談で言えない、あんな舐め腐ったって取ってこないから、篠宮とか。そう本当に、まだ逆になんかあれぐらい慣れ慣れしくしてくれた方がありがたくはあるよね。まあそうだね。でも私エマちゃんみたいなさ、すごい後輩してる感じの子もめっちゃ好きなんよな。あ、そうだね。うん、でも相沢は多分お前のこと舐めてるで。うん、まあ節はあるよね。相沢結構正直だからね、うん、配信とかで私があの相沢になんかチューとか迫ったりするとちゃんと嫌がるし、そうそう、いやみたいな、え、そうそうそう、いやみたいな感じになってから若干透けてんだよな。ガチでおもろいんだよな。スミが一番舐められてる。なんかね、それはね、しょうがない、舐められてるっていうかね、アスミがそうさせてる、あいつがそう下手なんよな、なんか先輩が。まあでも逆にああいう先輩の方が絡みやすいよね、うん、後輩からしたら。スーちゃんとかもそうだね、どっちかというとね。確かでもスーちゃん、ナズちゃんはさ、もうなんか自分からさ歩み寄ってくれるじゃん、後輩に。私スーちゃん、ナズちゃんはさ、なんかタメ口でいいよって言ってくれたから、もう友達みたいな感じで接してるけど、なんかそれなかったら多分こんなに距離近くやってないし。そうなんだよな、ありがたくある。なんかそう、たまにその V スポア縦社会みたいなのガチで捉えてる人がたまにいらっしゃいますけど。え、そんな人いんの？あ、いるいる。あ、そうなんや。切り抜きのコメント欄とか見ると、うん、なんかガチで、え、V スポって縦社会なのに、なんかなんでこの人こんなタメ口聞いてんのみたいな人いるんよ、本当に。どうなんだ。結構ね、まあ、多分そんなに見てない、 V スポのことを詳しく知らない、見てもらえてない方なのかなとはまあ思うけど、私に謎に敬語を強要してくるやつマジでいるんだよな。確かになんか結構態度に対して物申し人間たまにいる。物申し人間たまにいるんよな。うん、これって別に信頼関係があってしてることだからね、うん、私別にその篠宮とか相沢に対してなんか結構言ってるけど、別にガチで思ってない、うん、ガチで思ってたら配信で言わない。確かにそれはそう、ガチで思ってたら裏で言ってるかな、多分。そうやね、そうやね、うん。で思ってた、そういうネタです。こうネタを、ね、説明するのが一番恥ずかしいからやめてほしいよ。一番恥ずかしいです。あのちゃんとね、ウィスプメンバーお互いにちゃんとリスペクトあるんで、そこら辺はあの、はい、ね、心配しないでもらえると。これが一番怖い話だわ。で私唯一さ敬語使ってんのがさ、ウルハ先輩とトト先輩なんだけどさ、うん、なんかあの二人は二人で別に圧があるとかじゃなくて、なんかそうしたい、うん、
なんかその敬語を使いたいみたいな、逆にこっちが、なんか何々先輩って呼ぶのが似合う、なんかこっちがこう呼びたいから言ってるからだけだから、なんかそこら辺は別に強要されてるとかは一切ない、マジでこっちがそうしたくてやってる。私はでもうるはさんにもととさんにもタメ口だけどね、ちょいちょいね、ちょいちょいってかもう完全にタメ、うん、かな。そっか、なんかそれは昔はでも敬語だったよね。そう、昔はそれはもちろんね、昔は敬語だったしだんだんね、うん、なんかうるはさんも打ち解けてたよね。結構話裏とかでするし、話も聞いてくれるし、あっちも話してくれるし、会ったことあるのも大きいかな。いいなぁ、私うるは先輩会ったことないんだよな。マジでね、うるはさんに一回会えるチャンスあったのに。会ったことある人多分マジ LVG と私とキピぐらいじゃないかな。ね、限られてるよね、うん、いや私さ、その収録でさ一、うん、回会うタイミングあったんだけど、私がちょっと来るのがちょっとだけ遅かったから会えなかったんだよな。もうレアすぎるあの人。あ、そうだよね、出現確率が。そうだったかも、確かに。そうそうそう、ブレッシングの収録かなんかで一、うん、回会えるチャンスあったのに逃しちまった。もう一生会えないのかな一生会えないんじゃない、一生会えないのかな超レアじゃんマジでレアです。お前なんかいるって。え、なになに。一番だるい先輩いるなずちゃんだ。一番だるい先輩もいます。なずちゃんだ。なずな先輩って呼べたってどうする。やだ、私もやだなずちゃんとか言ってなずな先輩って呼ばれても別に嫌がるんよ。え、そう、困るんだよ。実際なずな先輩って呼ばれて困るのはそうだよ、なずちゃんだから。うん、たじたじなんだから。まあ話すこともつきました。もう終わっときます。終わっときますか。もう笑い疲れちゃった。じゃあ、うん、あれ歌いますか。はい、わかってる分かってるよ、せーのでいいよ。うん、せーの、まあまあまあだけ